はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。石川県の能登地震の人的被害。現在のところですね、運悪く揺れた時にはしごに登ってて、転落死した男性1名のみの報告で、あるそうであります。一般反応です。運が悪いな。津波がなければ。都市部と郡部では被害の大きさも、被害も大きく変わるのか。まあ、都市部の方が被害大きいでしょうね。人がいっぱいいるってことですからね。連休中で休みでなかったら、作業中のとび職さんや土方さんに大きな被害が出たかもしれん。穴掘ってる時に、穴の中にいた人なんか危ないですよね。床屋でひげ剃ってもらってる時に、地震来たら嫌やなーって思う。私これ歯医者の時に思いますね。歯いじられてる時に地震来たら嫌だなって。震源地の多摩須市の人口が1万ちょっとだったことも人的被害が少なかった要因か。過疎過疎のとこ、一番揺れがひどいかったのが、過疎過疎のとこだったから、人の被害も。人口1万で市、でいられんのかっていう疑問ありますね。豊島区だと26万人の有権者に議員が36人、これ他のとこ見るとだいたい1万人、住民1万人前後に1人市議会議員とか、そんな構成になってるんですけど、まあ豊島区はお金あるんで、過剰な議員を養っていけんのかな。町田市なんか人口40万ぐらいんですけど、まあ30弱じゃなかったっけな、あそこ議員数あんまり議員を養えない。で住民1万人に1人当たり議員が1人っちゅうと、人口1万人の市ではどうやって選べばいいんだろう、市議会議員を、なんてちょっと思っちゃいますね。これ50票とか100票取ったら当選なのかな。ゴミマスが必要な取材で被災者を苦しめているようであります。能登地震、テレビ局のヘリの音で目が覚めた。取材の電話は鳴り止まない。現地住民がさらなる疲弊。ということで記事になっておりましたけれども、一般反応、トルコでも怒られてたよな。本当に何も変わらんな、マスコミって。学習能力のなさが異常。特権意識むき出しだから何も変わらん。むしろ悪化してる。災害対応のヘリ以外は入れないように法整備した方がええぞ。報道ヘリがうるさすぎて撃ち落としたくなる。被災者への嫌がらせはマスゴミの大切な仕事の一つ。被災地の上空は飛行許可出すな。これ法規制しろ、ずっと言われてるんだから。熊本地震の時もそうだったわ。町内放送は聞こえないわ。地震と思ったらヘリだわ。で迷惑でしかないと。ゴミマスは人のというか日本人の不幸が何より大好きですもんね。それだけで飯3杯食えちゃうぐらい大好きで、今回の能登地震では人的被害が少なかったんで、まあイライラしてんでしょうね。で見つけるまで帰ってくんなぐらい言われてるのかもしんねえな。日本人がひどい目合ってるとこが見たかったのにって、これは前から言われてて、生き埋めになった人が助けを求めても聞こえねえだろ、うるさくてっていうのは言われておりました。トルコでも怒られておりました。阪神淡路大震災や東日本大震災の時にゴミマスのヘリのせいで救助が間に合わなかった人も多分いますよね、これね。私はテレビ捨てましょうっていう活動でゴミマスに復讐しております。というわけでテレビを捨てましょう。テレビの電磁波で多席他力本願逆ギレのダメ人間になるそうです。これは本当ですね。いらぬ物欲刺激され情緒不安定にもなります。心と体のヘルスのためにテレビを捨てましょう。ネットにつないで YouTube やネットフリ、アマプラ、D アニメなどが見れるモニターの故障がですね、チューナーレステレビで、定着したみたいであります。ドンキは24型、42型、43型、50型をラインナップ。2021年の発売から今まで、3月末までに2万5000台売り上げた、そうであります。まあ3万とか4万の
単価でしたから、まあなんつうの、3億とか4億の稼ぎみたいなんですけれども、まあ好調だって、テレビというか通話できない巨大携帯って言った方がいいのかな。ネットにつながってるんでメールやツイッターができるのかな、いまいち不明だな。まあキーボードなんかついてないし、そこまで行くんだったらパソコンでよくねっていう話もありますし、受信料払いたくない人が買うテレビ、しかもそこそこ売れている、思いのほか自分らが嫌われていることに慌てた NHK がですね、古文の総務省に命じて有識者会議やらせまして、そこで出した結論が、将来的にはスマホからも受信料を徴収する、公平性と独立性の観点からサブスクはダメ、これ意味不明なんですけど、ID とパスワード発行でいいじゃねえか、他のあのサブスク、ネトフリとかユーネクストみたいにさ、いうのは効率性と公平性と独立性の観点からダメっちゅうんだけど、これ意味わかります？私にはわかんねえんだけど、なんでサブスクで ID パスワード発行したら公平性と独立性がスポイルされるのか、わかんないんですけどね。となるとですね、全世界から徴収しないと不公平なんだが、それはどうする気なのかな。そこまでまだ考えてねえのかな。国内販売のスマホにのみ何か仕込むとか、そういうことするんでしょうか。まあそこまで具体的な方まで話が進んでないのか。ネットは放送じゃなくて通信ですからね。とはいえこのまま放置するのは危険なんで、デモを開催します。 NHK 受信料ネット徴収反対デモと NHK 受信料スマホ課金反対デモ、どっちが分かりやすいかな。ゴミマステレビがですね、散々徴用工とやってたから、徴収の意味はまあ分かったもんですけどね。どんな関心がない若い人とかでも徴収とかの意味は分かったもんだけどな。課金っていうとなんか水から進んで金払うみたいなイメージがあって、ちょっと違うかなって思ってるんですよね。入管法改正について立憲党内会、寺田米山塩村など情報派賛成する代わりに、未成年強制送還は勘弁してもらおう、普段は顔も出さない旧社会統計議員反対だ、廃案だ、数で圧倒、情報派わらわら湧いて的外れな反対論をまくし立てた、この党は活動家に乗っ取られているっていうのはちょっと前のニュースでしたけれども、情報派議員に廃案を求めるファックスがですね、500枚以上届いたそうであります。まあ立憲党員ですけれどもかなんか言って名乗んのかな。産経、党執行部は病巣の深さに気がつかないだろうかのだろうか、この論より重い嫌がらせっていう手法、執行部は気がついてないのか、一般判断、資源を大切に、何の嫌がらせなんだこれ、普通に威力業務妨害では民主主義完全否定、アプリで管理させたら意味ないけど、これ一旦データがですねパソコンに落とされまして、メールみたいにババババババって一連に出まして、必要だって思ったやつだけプリントアウトするっていうアプリありますね。紙を巻いて永久に読み込ませればいいのでは、筒状にしてこうずっと送り続けるっていうアナログな技があるそうであります。まともな人ほど立憲では生きづらそう、廃案にしたければ選挙で勝てばいいのでは、こういうの朝日では記事にならないよね。立憲に所属している時点で現実なんか見ないでしょ。維新にファックス攻撃して捕まったのって共産党員だったけど、これもそうかな、まさに論より大声嫌がらせ、最後は暴力だよな。病巣に気がつかないのか、気がつくわけねえでしょ。常時で俺は正しいって思ってられる異常者の集団ですからね、立憲は。情報派通貨数が数えられる程度の議員たちがですね、両院で120人しかいねえのに廃案にできるわけねえだろうがって思って、せめて未成年は勘弁してくれ、言ったのを潰すと、まあ子さんがね支援団体に顔向けできない、廃案だっつって反対したみたいなんですけど、入管法の当事者って外国人だよね。したら外国人の団体から支援されてるってことを自白してませんかね。これ立憲自体がそうだっては言わないですけれども、まあ、反対した古参議員が個人的にね支援を受けているとも考えられますけれども、もしくは支援団体とは
同じく廃案一本で反対票を投じた共産党のことを支援団体って言ってんのか。党内議論では支援団体に顔向けできないが、他を圧倒したそうであります。圧倒。立憲には数を数えられないレベルの議員が圧倒的に多いっつうわけだよね。現実よりもイデオロギーが大事っつ。まあまともな人ほどいられませんな。NHK 党もまともな人から離党したけど、どこも一緒ですね。寺田は知んないですけど、米山も塩村も比例じゃないんだから離党してもええんやで。引き取ってもらえるんだったら民民とか、引き取ってもらえるんだったら維新とかね。米山元は自民党議員って知ってました。驚いちゃった。一番最初は自民党で出たんだって。議論パヨはなぜすぐに切れ散らかすのか。文学部教授、イライラしやすいすぐ切れる人は自分の思考を言語化できず言葉で表現できないから切れる。なるほど。一般の話、確かになんでわかんないんだって怒る人多数。私もリズメで相手を黙らせがちです。よく怒らせます。これはそう、ソースは俺で怒る方の俺なのかな。岡田斗司夫先生もですね、問題を言語化できれば半分解決しても同然って言ってましたし、私も元妻にですね、理屈っぽいって切れられたことがあります。なんだよそれって。きっと理屈では私の方が正しかったんでしょうね。でも論破されるのが気に入らねえみたいな。言い返す表現力がないから手が出る、足が出る、口が出るっていう構図なんでしょうか。パヨが怒りっぽい、すぐ切れ散らかす理由がこれであります。言語化能力が低いから、表現できないから。パヨは言語化能力でなくてバカで幼稚っていう特徴も兼ね備えてますしね。パヨの知性の上の方って思われるようなシーカズオも毎度変なことを言ってますもんね。私も随分とですね、靴沢は寝とうよとか、靴沢は勉強が足りないとか、靴沢は何も知らないとか罵倒されました。どこがどう寝とうなのか、どこがどう勉強不足なのか、どこがどう何も知らないのか、全然説明はないんだよな。気に入らないっていうのが先走って言語化できてないんでしょうね。で、バカだから一生言語化できないと。なんとなく気に入らないモヤモヤした気持ちだけが残って、まあ不幸な人生だよな。言語化できてないから半分も解決してねえってことですもんね、問題がね。自分はなんでこんなイライラするのか、それすらもわからないっていうのが哀れなパヨであります。というわけで NHK ネット聴取反対でも、そのうちありますんで、正式に手続きをったら告知しますんで、あと日にちが分かったらチラッと漏らしますんで、その日予定開けといてください。あとスマホから撮られるなんて冗談じゃねえよっていう人、お誘い合わせてお待ちください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。